はい、皆さんこんにちは、渡辺美志です。今回はプレイステーションのゲーム提督の決断3パープキット真珠湾攻撃シナリオ編の続きをプレイしていきたいと思います。前回の動画からですね、少しだけ時間を進めて占領している地域、侵攻している基地を増やしています。現在はですね、ここスラバヤの攻撃を行っているところで、ここに停泊する敵艦隊を発見しています。なのでまずはこのスラバヤに寄港中の敵艦隊、これを撃滅して、スラバヤを取りたいというふうに思います。その後はですね、さらに南進、オーストラリア侵攻作戦を発動できる状態へと持っていきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。まずは何といっても敵艦隊、これの動きを完全に封じたいなと思いますので、敵艦隊に向けて出撃をしていきます。南雲さんの機動部隊、いわゆる航空艦隊になりますけども、これかなり頑張ってくれているんですが、使いすぎて士気がだいぶ下がってます。なので、このスラバヤの攻略が終わったら一度シンガポールあたりで羽を伸ばしてもらって、士気の回復を図りたいというふうに思います。とはいえね、やっぱりこの虎の子の機動部隊、これのあるやなしやでだいぶ、作戦の幅が変わってくるので、しっかりとね、この機動部隊の特に航空戦力、熟練搭乗員たちもね、しっかり守りつつ活躍の場を広げてもらいたいというふうに思っています。はい、敵のスラバヤ基地、そして敵の艦隊ともに制圧を完了したという状態ですね。14艦3、駆逐艦4撃沈です。素晴らしい、スラバヤの基地も攻略完了してます。はい、ではですね、南雲さんの航空艦隊、しっかりとシンガポールで休養を取りました。落ち込んでいた士気なんですけども、75まで回復しましたので作戦を再開したいと思います。まずは、バイゼルマシン、パリックパパ、そして、3つ目、ここマカッサルまで今回取りたいと思います。ブルネイからですね、このボルネオ島の2つの基地は攻略したかったんですけども、米軍の抵抗が思ったより頑強でですね、ブルネイにいる陸戦隊、これをですね展開するのが難しそうなので、やっぱり最後は空母頼みということで、南雲さんに任務をお願いしたいというふうに思っています。で、並行してですね、南雲さんの航空艦隊にだけ、ものすごく負担がかかっている現状があるので、これをちょっとでも軽減させるためにですね、今もう一つ機動部隊を編成中です。ただしこれはですね、南雲さんの機動部隊、航空艦隊を一個艦隊とするのであれば、戦力的には半分弱ということなので、半個艦隊程度の航空戦力にはなるかと思うんですけども、新しく機動部隊を創設中というところもあって、これの編成が終わったらですね、作戦域が一気に広がるかなというふうに思っています。はい、しばらく平穏が続いていたハワイなんですけども、敵の艦隊が迫ってきているという報告が入っています。この敵艦隊なんですけども、規模は不明、ではあるものの、空母を要しているのは間違いがないと思いますので、ここはですね、ハワイの基地守備隊、これにしっかりと戦ってもらいたいというふうに思います。ハワイに寄港中の第10艦隊ですね、これは一旦この作戦域から離れてもらって退避しましょう。
万が一にもここを失うようなことがあるとですね、損害がだいぶ大きくなってしまいますので、ウェイキーまで退きます。ハワイの基地に対して米軍の攻撃が続いてますね。ちょっとこれ一度規模を確認したいので見ましょう。こちらは守備隊の他に直縁ですね、これも出してます。まずは米軍の上陸を絶対に防がねばならないというところですよね。しばらくの間は直縁の数を 100% にしてですね、敵の航空機の侵入を徹底的に防ぐというのをやっていきたいと思います。まだ数は多くないですけどですね、アメリカ軍第3艦隊航空隊、これが襲撃してきたという状況のようでした。先ほどアメリカ軍の第3艦隊からの航空隊、これを退けましたが、さらにさらにというところで第1艦隊からも航空隊が出てますね。かなり広範囲に、アメリカ軍のハワイの奪還を目指してやってきているというのが、まあ、状況からわかりますね。ではバイゼルマシンに300機以上の航空隊を派遣して一気に焼け野原と化し殲滅しましょう。でこの後はバリックパパですね、ここも取ってしまいたいと思います。ハワイの方は敵艦隊の動きあれからないという状況です。できるだけ短期決戦でね、先ほど案内した3つですね、ここは取りたいというふうに思います。はい、バイゼルマシン占領です。このままハパリックパパ、ここを目指していきたいと思います。では続いてパリックパパンですね、ここに対してもまずは空母からですね航空機を出して敵の守備隊あるいは直縁部隊、これを蹴散らしておきたいと思います。その後陸戦隊を投入します。まあ、いつもの流れですね。敵の戦力、多いとは思えないんですけども、このあと連戦が続くことを考えると、できるだけ消耗せずに、このパリックカバーを取りたいですよね。はい、パリックパパの敵戦力、ことごとく、壊滅させましたので、この後は陸戦隊を送り込めば難なく占領できると思います。ではマカッサルですね、ここの攻撃に入ります。ここはヤマトの第7艦隊を使います。南雲さんの機動部隊は一旦、パリックパパで休養と動きになります。ではヤマトの火力、敵基地攻撃で生かしてもらいたいと思います。はい、マカッサル取りました。今回予定していた3つの基地を取ることができました。ちょっと想定外だったのが、アメリカ軍の艦隊がハワイに接近してきているというところですかね。ここはすごく心配なところでしたが、無事に作戦目標期間内に完遂することができました。では、今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回はですね、作戦完了報告をして次の作戦を検討するというところから始めていきたいというふうに思います。